情報解禁、ハッピーセット、シンカリオン、チェンジザワールド。大金の城です。はい、ということで今回はね、情報の方が解禁されました。ハッピーセット、シンカリオン、チェンジザワールドの情報の方、皆さんと一緒に共有していきたいと思います。いや、まさかだったね。いや、 Z の時にもね、ハッピーセットに、シンカリオンの方は登場していましたが、チェンジザワールドでも満を持して登場でございます。そんな感じでね、早速情報の方を見ていきましょう。5月17日金曜日からだね、スタートするのは。そんな感じで、おー、いいっすね。まあ、どことなくね、サイズ感は、Z の時と同じなのかなといった感じなんだけど、なんかね、仕様の方もちょっと異なりそうです。ということで、はい、こちらが第1弾のラインナップになります。5月17日金曜日から5月23日木曜日までということで、まあ、一つ一つ見ていきましょう。左側から順番に、まずはこちら、シンカリオン E5 ハヤブサトレーラーフォーム。これね、再生ボタンを押すと YouTube の映像が流れるんだけど、ちょっとね、ここで流せないからね、みんな各自見ていただきたいんですが、はい、なんとビークル合体できるみたいです。まあ、つまりね、シンカリオンモードとビークル合体の状態、2つを楽しめる、そんな感じになってるんだろうね。ちょっとね、まだ詳細の方がわかんないんだけど、まあ、といったところで、続いてはこちら、シンカリオン E6 コマチドブリフターフォーム。これもね、ビークル合体できる仕様になっていて、きっとね、シンカリオンモードとビークル合体状態、この2つをね、楽しむことができるんだと思います。第1弾はそんな感じなのかな。で、次がね、第1弾ラストがこちら、シンカリオン E7 輝きドリルフォーム。で、これもね、同じくっていうところで、ビークル合体できます。シンカリオンモードとビークル合体を楽しめるような仕様になっているみたいです。はい。ね、すごいよね。Z の時は新幹線モードとシンカリオンモード、2種類が楽しめる感じだったんだけど、チェンジザワールドの方は、シンカリオンモードとビークル合体、この2つが楽しめる感じなんだね。で、続いてが、第2弾でございます。第2弾もあります。期間の方が5月24日金曜日から5月30日木曜日まで。で、ラインナップの方が、はい、まずはこちら、シンカリオン H5 ハヤブサ。で、驚きなんです。これはね、Z の時と多分同じパターンなのかな。ちょっと変形パターンがね、どうなっているのか予測はできないんだけど、こっちはね、新幹線モードとシンカリオンモード、この2種類が楽しめるみたいなんです。これいいよね。そして H5 まだアニメに登場してないからね、どんな感じなのか、ハッピーセットより先にアニメに登場するのかといったところで、これもまだアニメに登場していません。シンカリオン N700S のぞみ。 N700S のぞみも新幹線モードとシンカリオンモード、この2種類が楽しめる感じだね。で、ラストです。これもね、情報解禁されたばかりだよね。新シンカリオン情報解禁みたいな感じでされたばかりなんですが、ファントムシンカリオンね、もうこれが一番謎だよね。すごい楽しみ。玩具の方は6月22日発売だから、それより先にね、ファントムシンカリオンを楽しめるのがハッピーセットなんだよね。で、新幹線モード、そしてシンカリオンモードを楽しむことができるみたいです。で、以上が第2弾のラインナップになります。そう、お気づきでしょうか、秘密のおもちゃがないんです。つまりコンプリート、結構簡単かもしれない。助かるよね、お父さんお母さん。はい、といったところで、第2弾までにね、終わりかなと思っていたら、第3弾もあるみたいです。5月31日金曜日から。で、最後はね、全種類登場します。全6種類がね、登場する形で、まあ、どれがもらえるかはね、まあ、全部共通なんだけど、お楽しみです。まあ、つまりね、第3弾まで引っ張ってしまうと、6分の1の確率での中で、欲しいものをね、狙う形になってくると思うので、まあ、全部欲しいんだけどさ。いろいろ大変になってくると思うので、欲しいシンカリオンがあるならば、第1弾のうちは第1弾のうちに、そして第2弾のうちは第2弾の第2弾で欲しいものがあるならば、第2弾のうちにゲットすることをお勧めします。
期間の方は、おおよそ4週間って紹介されてたかな。うん。で、さらにですよ。第1弾。週末限定のね、プレゼントもあります。5月18日土曜日、そして19日日曜日。こちらのシンカリオンキラキラシールがもらえるみたいです。ね。まあ、だからね、17日発売ではあるんだけど、18、19に買うのがベストかな？おすすめかなと思います。はい。ね、スタッチシール欲しいもんね。今日はね、まあ、動画のために17日も買いますが、シール目当てに18、19も購入したいと思います。うん。まあ、ダブっても全然嬉しいんで。シンカリオン大好きだからね。はい。はい、そんな感じで、まあ、ね、大きく公開されている情報は以上になりますが、マクドナルド、別のね、公式サイトって言ったらいいのかな。そちらの方で遊び方の詳細がありました。ネタバレ注意です。まあ、ここからはね、ゲットしてから楽しみたいよっていう方は、見ない方がいいかも。ここで動画を止めた方がいいかも。はい、そんな感じで、ネタバレいきましょう。こっちのページなんだよね。まあ、ダーッと下の方に行くと、はい、これがね、遊び方の詳細なんですよ。いいですか？始めますよ。まずは、シンカリオン E5 ハヤブサトレーラーフォーム。シンカリオン E5 ハヤブサのフィギュアと、取り外し可能な合体パーツのセットです。腕、脚部のパーツを合体させることで、ロボットをパワーアップさせることができます。これ、あえてね、シンカリオンモードの様子は紹介されてないんだよね。ゲットしてからの楽しみなのかな。そして、仕様の方ですね。E6 コマチトップリフターフォームが、シンカリオン E6 コマチのフィギュアと、取り外し可能な合体パーツのセットです。背、脚部のパーツを合体させることで、ロボットをパワーアップさせることができます。取り付け箇所がね、本物っていうかね。と同じく、異なってくるかなといったところで、これもね、E7 輝きドリルフォーム。シンカリオン E7 輝きのフィギュアと取り外し可能な合体パーツのセットです。腕、脚部のパーツを合体させることで、ロボットをパワーアップさせることができます。ね。ドリルフォーム、これかっこいいんだよね。で、さらにっていうところで、なんと E5 も E6 も E7 もね、この、セットになっている各合体パーツ。これ第1弾の3種で組み替えて遊ぶことができるそうです。ね、組み替えで、まあ、全種揃えば組み替えでいろんなパターンで遊べます。まあ、つまりダブっても、ダブったもの同士で楽しく遊べるってことです。はい。これいいんだよね。すごく楽しいと思う。で、次がね、第2弾の方だね。第2弾の方が、はい、いきますよ。シンカリオン H5 ハヤブサ。シンカリオン H5 新幹線 H5系ハヤブサからシンカリオン H5 ハヤブサに変形します。足、腕、頭のパーツを引き出すとシンカリオンモードに変形できます。新幹線モードでは底面についたローラーで手転がし遊びもできます。変形方法が Z の時のハッピーセットと違う。え、よりリアルな感じかもしれない。すご。で、ってなるとこっちも同じなのかな、N700S のぞみ。新幹線 N700S のぞみから、シンカリオン N700S のぞみに変形します。足、腕、頭からパーツを引き出すと、シンカリオンモードに変形できます。新幹線モードでは、底面についたローラーで手転がし遊びもできます。まあ、第2弾はこんな感じの仕様なのかな。でもシンプルにね、新幹線モードからシンカリオンモードへの変形、ハッピーセットで楽しめるんだね。Z の時はね、こう取り外し式的な感じだったんだけど、あ、すごい、よりリアルになってる。で、ファントムシンカリオン。足、腕、頭からパーツを引き出すとシンカリオンが完成します。新幹線モードでは底面についたローラーで手転がし遊びもできます。すごいね。まあ、感覚的にはさ、ハッピーセットプラレールが変形しちゃう感じなのかな。まあ、サイズ感がね、ちょっとまだ読めないんだけど、まあ、多分きっとそういうことだと思う。うん、で、補足として、これもすごいんだよね。第1弾の合体パーツ3種類。これね、取り付けて遊ぶことができるみたいです。第2弾のおもちゃでも。つまり、楽しさで言うならば、第2弾の方がね、結構、パターンが多いんだよね。新幹線モード、シンカリオンモード、で、ビークル合体。これ3種類で遊べるってことになるんだね。すごい。え？普通になんか、ハッピーセットのおもちゃを超越した。進化してますね。すごいな。だったら E5 も E6 も E7 もシンカリオンモード、新幹線モードで遊びたくなっちゃうけど、それはできないのかな？どうなのかな？まあ、それはほんと、遊んでみてからのお楽しみだよね。うん。まあ、そんな感じでね、
まあ、ネタバレ情報は以上になります。さあ5月17日金曜日からですね。ハッピーセットトミカもまだ第3弾ねやってるところでね、ジョーもハッピーセットトミカ秘密のおもちゃなかなか当てられなくてね、結構たくさん食べたんだけど、まあ、ちょっとねハッピーセットプラレールまで一休みかななんて思っていたら、これも絶対買わなくちゃいけないシンカリオンの登場ですよ。はい、頑張ってね、フルコンプ状態で動画を出せるようにハッピーセットいっぱい食べていきたいと思いますね。みんなも欲しいよねこれ絶対欲しい。うん、まあ、そんな感じでね、5月17日発売だから17日の夜もしくは18日の朝一だねにね、レビュー動画の方も確実に出そうと思っているので、よかったらね公開された際はそちらの方もご視聴よろしくお願いします。まあ、そうじゃなくてもね、シンカリオンの動画すごくたくさん公開しているので、レビューも含めてねいろいろ公開しているので、よかったらねチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキー。